はい、どうも、ぶらりとめ散歩、お久しぶりです。ほんとご無沙汰です。前回撮ったのがケイホビーさんでしたっけ。前回が確か確かあの時なんか夏であちあち言ってましたよね。今日はめちゃ寒いんです。すっげえ寒いです。今日はもうあのほら雪山、雪若干あるよね。だってね、あれね、山にもう雪がある季節になりましたよ。もう半年間何やってたんだぐらいお久しぶりです。はい、で今回ね、お邪魔するのが、今回地方ロケですからね。はいはい、じゃん、福山ベースさんですね。はい、今回は、はい、初の、一番遠いんじゃないですか今までで、関東を飛び越えて初の地方ロケで、はい、福山ベースさんにお邪魔してるんで、では早速行ってみたいと思います。まあね、こんな感じで営業時間の方が、はい、書いてあると思うんですけど、まあこのまま、はい、お邪魔したいと思います。はい、では、店内の方に今入ってきました。店内はあの結構広い感じで、物が見てください、このホイールの量とかね。まあどちらかというとあのドリフトコースがあるんで、まあこの後コース紹介するんですけど、ドリフトコースなんで、このドリフトのホイールの豊富さといい、もうほぼほぼ全ラインナップ入ってるんじゃないかぐらいな感じの、はい、であとボディ関係で、あとはやっぱりシム関係ですよね。シムとか、まあこういうピニオンとかスパーとかもちろんなんですけど、やっぱこうしてね走ってますと、こういうのが絶対的に必要になって、すぐ試せるっていうのがやっぱ重要だと思いますよ。でこういった、まあうちのもうシムとかもあるんですけど、こういうねシムとかもこう車をいじっていくと絶対的に必要になっていくものが、これは本当にあの大間さん多分ね、だいぶやられてる方だと思います。このあのラインナップ的に言うと、はい、こう痒いところにすごく手が届いてるラインナップなんで、であとボディがねすごい豊富なんですよ、このお店。めちゃくちゃボディあって、ほら見てください、タミヤカラーの黒と白がちゃんとありますよ。貴重貴重。うち横もあのヤドラリーナ半年以上入ってきませんからね。これ貴重。はい、でこうボディとかもあって、まボディの小物関係とかもね結構置いてあるんで、結構ここでやられてるユーザーさんあれなんじゃないですかね。ボディとかを結構こだわってる方とかがね多いんじゃないですかね。はい、でこっち来ますと、ほらラップアップさんだったりね、あのアートさん、杉さんとことか、ラップアップさんで、あもちろんあの高橋のところにもあったりとかして、でボディで、うちの棚がダンと、はい、こんなに大きく置いてもらってます。本当ありがとうございます。ありがとうございます本当に。久々にこんなうちのでかい棚見ましたねこれね。しかも綺麗、はい、綺麗に陳列されて本当ありがとうございます。まあではねこのままコースの方にあれなんですけど、その前にこの料金体制とオーナーの方に、はい、お話を伺っていこうと思います。小木さんどうもお世話になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まず早速なんですけど、コースの方の料金体制を教えてください。料金体制は、はい、まあ、一応平日と休日で分けてるんですけど、はい、まあ、一応2時間から、まあ、1000円ぐらいからですね、あとマックス2200円って感じ、休日が1100円から2300円って感じで今、まあ、当面こんな感じで、まあ、ごくごく一般的な料金だし、うん、関東とかよりは安いかもしれないですね、これね、はい、リーズナブルにはしてるんだけど、そうですね、はい、まあとりあえずはこの値段で頑張ってる、ね、そうです、だってもう1日いてもだって2300円ですよね。考えてください、大人1人丸1日時間潰すのに2300円でラジコンやれば潰れるんですよ。大変いい趣味だと僕は思ってます。健全な、はい、健全な、ね、健全なあれなんで趣味なんで。で、まあ、あのじゃ あ, あのちょっとざっくばらんでいいんですけど、まあ、お店のこのコースのコンセプトというか、はい、どういう層が多いかなんてを特に聞いてみたいと思います。うち、んうん、的には、ね、なるべくこう敷居下げて、はい、あ、はい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 、まあ、はい、ビギナーの方から、はい、まあ、エキスパートの方まで、はい、うん、幅広く楽しんでもらえたらなと思って、はい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 、まあそういうのを目指してやってます。あ、なるほど、はい、聞きました。これを見てもうラジコンじゃ始めたいという方がひょこっとじゃ来てもそういう対応は全然できるということですね。相談してもらえれば対応します。なるほどなるほど、やっぱねそういったねさっきとやっぱさっきと仕切りがすごく高く感じてしまうんですけど、まあこう店長さんだったりオーナーさんだったりとかの、あと常連さんとかのサポートがあれば、あのサクトで遊ぶのとは全然もう面白い、あの
ランクが上がった面白みがあると思いますんで、はい、その辺で楽しんでいただければと思います。じゃあこの後、コースの方を紹介していきたいと思います。はい、ではコースの方に今来てみました。まあ、これ見てあれなんですけど、てかでかい、すごいでかい、うち、やたけよりでかくないのかな、相当これでかいですよ、フリースタイルで。はい、小池さん、これ何メートルの何メートルあるんですか。これ相当でかいですよね、これね。普通はですね、はい、奥行きが20メーターで、はい、20メーター、はいはいはい、はい、幅が11メーター、幅が11、はい、20の11って相当でかいですよね、これ。そうですね、結構もういろんなレイアウト、今現状のレイアウトもこう結構ね、ストレートビャーンってくるようなレイアウトなんで、はい、楽しそうなんですけど、結構じゃあいろんなレイアウトできますね、これね。はい、変えてるんですよね。あ、そうなんですか。だいたいちょっと どのぐらいのペースで変えてるんですか。個人的には、はい、3ヶ月に1回やりたいんだけど、はいはいはい、ちょっと最近サボってるんで。じゃあ3ヶ月、4ヶ月には1ヶ月に1回ぐらい、ワンクールに1回ぐらいぐらいですね。まあ、なるほどなるほど、結構変わってるということなんで、はい、まあね、だいぶコースレイアウトが変わったりするとガラッて変わるんで、楽しみも増えると思います。路面の方もね、もう結構カチカチなんですよ。なんで基本的には黒いビータイルなんで、これ基本あれですよ、関東とかと同じような素材ですよね。はい、なので実は手もないようなね、多分走りやすい路面だと思いますんで、ぜひ皆さんここでこうやってみていかがでしょうか。はい、でまあ、こちらもちょっとヒットの方に、はい、このピットの方も広いっすね、これね、ありますね、これね、もうテーブルに1個必ずこう1個どころじゃなくて3口全部が、ほら、電源が。これね、コースとかでね、電源の取り合いでね、よくね、喧嘩なんてあると思いますんで、まあ、聞いたことないけど、はい、これで何席ぐらいあれですか。そうだね、通常で20席なんですけどね、はい、はいはいはい、最大でここで40席で取れるんで。なるほどなるほど、じゃあ、結構そうですよね、ピアンベッサー、大きめのイベントやってますもんね、ね、5、60人規模の、ね、イベントとかやられてますもんね、はい、まあ、その辺にも、ね、対応できるような、まあ、本当にね、いちいちどこも広いです、これ、このコースは、はい、ピットも広いし、コースも広いし、はい、だいぶこれは、初めての方でも、コースの方も2面というか、はい、ちょっとサブコースじゃないですけど、ね、そういうレイアウトもあるんで、本当に始めた、これから始めたいだし、始めたばっかりの方でも安心して、走行できるんじゃないですかね。はい、じゃあ最後になんか番宣的な宣伝をピシッと、はい、お願いします。まあ、はい、先ほど言いましたように、まあビギナーの人、初心者の人も、まあ気兼ねなく気軽に来てもらいたいんで、まあよかったら遊びに来てください。まあ結構関東からも近いと思うんで、よかったら遊びに来てください。はい、今回僕もちょっとちょいちょい来れるように頑張りますんで、はい、すいません、今日はありがとうございました。